가다가라 아유니 기 봤던 대로 아마 아유다요. 아유? 우리 그절달 믿고 날았대. 얼마나 가르켜줘. 아유 그때요. 응. 나네. 오시 아유노 소야키 꽃이 됐더래요. 가베짱이네. 나 그래도 맞대요 매. 드디어 타고 탔노. 이거 아주 매다. 드레네나. 나이네. 이미가 내가 낳고. 가만 가만. 아저씨 아키라메다요. 나사 그네나 오마. 너도 드레나인다만. 아래? 에? 그거 같다냐 그래? 있어. 호라 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 호라. 호라. 아야야야야야. 시카리. 이쪽이 나게도마. 어 다니면서 하루 입고 전해한다 그래. 저저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 저
見てごらんこれ。すごい種類だね。全部鮎だよ料理これ。すごい。何種類？すごい種類あるね。ね？なんかこのご主人がじゃない、なんか100種類ぐらいあるらしいんだよ。すごいね。とりあえず食ってみよう。な鮎を。迷うね、どれから食うか、これ。どうしよう。これ変わってるな、これ。アーモンド、それ。アユをアーモンドで食べたの、これ。アーモンドで。どう？あ、美味しい、美味しい。美味しい？香ばしくて。これは何だろう？ん？これも、揚げてあるのかな？何で揚げてあるの、これ？きなこ？きなこ揚げたの？うん。うん。これ美味しい。美味しいよ、これも。これただこれ普通の揚げたかな、普通の揚げ、これどう、うん、美味しい美味しい美味しい、うん、これはね、どんな、これ何、小豆、小豆、甘いのかな、小豆と合うのかねえ、初めて合わしちゃったのかな、やっぱり一緒に食べるんだよね、そうそうだろう、わからない。感想言わないと。俺甘いもんあんま好きじゃないからさ。甘くないよ。ん？甘くない。これうまそうじゃん、これ。これうまそうだよ。ほら。ホクホクで。ちょっと鮎盛りだけでな、これ。ね、あそこにおじやがあるんですけど。おじやもお世話ないか、ちょっと。ちょっと私、俺もくれよ、それおじや。食べたい？うん、食べたい。これでいいのかな？アユの炊き込みご飯、匂いが全然しない、大丈夫、はい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 、どうぞ、はい、アユのおじや、初めて、初めてだこれも、アユのおじや、どう、うまい、うまい、おいしい、これ初めてだ、これ、これ、うまい、おいしい、うん、へえ、うん、うん、おいしい、なんかアユのイメージ随分これ変わったな、変わるね、イメージが、うん、これもおいしいわ、ほんとに、うん、ねえ、ここにね、うん、アユのお味噌汁があるんだけど、味噌汁一匹丸ごと全部入ってんだ、これ飲んじゃっていい、いいよ、アユの味噌汁、ほら少し身も食ってみないと何かあるだもんな、うん、ぬるい、ぬるい、ぬるい、もう少し温かかったら美味しいよ、これちょっとぬるいかな、これは何よ、これえゼラチンになってる、
まあ、これもまあまあですね。これは何それ、カブ、カブが釣って乗ってんの。これもまた一匹いる。丸ごと全部入ってるもんな。うんうん、美味しい。なかなか結構な味で。うん、うん、じゃあもったいないけど先やり言っとくか。言ってタイトルを、うん、飲んでこないのお前。私も、うん、いいよ。じゃあいくよ、はい、はい、せーの、志村けんはいかがでしょう。カラッカラだよ、なんかのうわーお何この販売機、すっげーなこの販売機よ。なんだ、それでいいや、なんか飲んじゃおうかな。どれがいいかな、一般のカフェオレか。え、カフェオレ、よいしょ、遠いな、よいしょ、あ、出てる、よいしょ。おー、ラッキー、こんなとこにお金落っこってるよ。やめろ、俺の国だよ、だろ。俺これジュース送ってるの、いいな。俺のジュースだよ、おい、おー、な、あ、なんだよ、この野郎、なんだこんな販売機、こん、いって、出汁間違ってる。なんだってまあ、年は取りたかねえな。物忘れがひどくてどうすることもできゃしねえ。あ、ねえおじいちゃん。ああ、どうしたい。私の国語辞典知らない。国語辞典は、あ、そうだ、その辺にねえから、さっき 手紙書いたのによ、字が分かんなくて書いたかもしれない、そこにあんべ。もう使ってもいいけど、ちゃんと返しといてよね、おじいちゃん。そんな怒んなよ、悪かったよ、年取ってんだからちょっと忘れちまうだよ。その頭ごなしにビャーって怒るじゃねえよ。別に悪気があって。おじいちゃん。ああ、どうしたい。あの僕のラジカス知らない。そこにあんべ。 あれさっきカラオケの練習してよ、ちょっと借りただよ。使ってもいいけどちゃんと返しといてよ。そんな頭ごなしにうわーっと怒るもんじゃねえよ。年寄りは言えばわかるだからよ。あんだってまず、いや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 。父さん。おう、わさし、どうしただい。俺のカミさん知らない。あ、おめえのカミさんなら今ここに寝てるけど。父さん、使ってもいいけどちゃんと返しておいてくださいよ。そんなわけねえだろ、この野郎。はい、失礼します。ああ、これは先生。八代さん、はい、どうですか。そんなには悪くないと思うんですけど、うん、あ、先生、うん、僕はいつになったら退院できるんでしょうか。それはこの前の検査の結果によってだね。 あの検査の結果出たの、うん、そのことでちょっと先生。何、何、お、ちょっとちょっと失礼するな。何なのかな。それはいつ分かったんだね。昨日です。昨日、はい。なんとかその集中治療室移動しないとまずいな。それがいっぱいで今空きがないんです。空きがない。はい、はあ、困ったな。このままほっとくと持って2日だな。先生。あ、このことはやっぱり患者さんにはっきり伝えた方がいいと思うんです。やっぱり本人に言った方がいいな。はい、君から言えてまい。先生、言いづらいことも患者さんに伝えるのが先生の仕事だと思います。嫌だもん。嫌だもんだって。こんなことだって私の口から言うの嫌だもん。先生なんですから。分かった、はい、お願いします。田代君ね。はいはいはい。非常に言いづらいことなんだけどもね。はい、まあ君のためだからはっきり言った方がいいと思うんだよ。いや、やっぱり言えないよ。俺言って。お前言えよ。嫌です。俺が言いたくないもん、こんなこと。それ貧乏くじゃん、お前言えよ。何言ってんですか。私は看護婦ですよ。俺医者だよ。先生が言ってくださいよ。やだやだ。この口で。そう。
言うの？言うの？知らないよ俺。でも全部キャラクター変わってますよ。田代君。はい。落ち着いて聞いてくれたまえ。何ですか？あの非常に言いづらいことなんだけどね。はっきり言ってください。うん。実は僕はもうダメなんですね。いや、そのベッド壊れてるんだ。え？しかも出なかったな。そうですね。早く言えばか。